すごい景色がやってまいりましたが、ここは硫黄山です。あー煙吹いてるね、すごいね。やってきました硫黄山。もう車の中ですらもう硫黄の匂いで充満してます。硫黄山って書いてますね。硫黄山とはアトサムプリとも呼ばれているそうです。アイヌ語でね、硫黄の採掘とかいろいろあったみたいですよ。裸の山という意味なんだそうですね。はい、硫黄山におはぎさん登場。いやー晴れてるから気持ちいい散歩だわ。すごい匂いしてますよ、さすが硫黄山。よいしょ。はぎー、すごい世界だね硫黄山。いい匂いしてるわいやでもすごい景色だよね。広大なこの砂地というか白い白砂、まあ、砂ではないけどね、ちょっと粒が大きな砂利というかねっていうところにお裾野に持って、こんな風に硫黄が立ち上っている場所ですね。温泉地帯ですよね、川湯温泉ってところですもんね。こんだけ広いとおはぎさんも怖がらないというか、高いとこ苦手だからねおはぎさんね。高くないと別に落ち着いてるね。じゃあちょっとおはぎさんを置いてですね、あの煙の近くに行ってみようじゃないですか。本来だったらねこれ地獄の風景なんでしょうけど、こんだけピーカンだとなんか地獄ではないねうーん爽やかな地獄やな。やけど注意、足元も注意、硫黄が湯気が立ち上ってます。すごいね、黄色いね。いっよ、温泉湧いてますね激しいな。はい、熱湯風呂どころじゃないね。黙々してる、それがいいよね。素晴らしい。そして服が臭くなるんだろうな。で山を背にして振り返るとこんな広大な敷地ですね。晴れてるから白い地面がね、いや映えるね、キラキラしてるね、美しい。お土産屋さんもありますんでね、もちろん寄りますよね。ここはねあの温泉卵有名ですからね。おはぎさんは寝てますがお土産を買いました硫黄山ね。名物温泉卵、なんか割れてるやつだと1個100円のところ2個で100円ですよって言われたんで、じゃあ割れてんのくださいって言われって言ってもらって、であとこれ福司っていうカップのお酒ですね。美しいマシューコのデザインがされてるお酒買いました。それからこれ温玉ソフトってやつ、はい、ここに温玉入っててソフトクリームでってやつね、きっとうまいやつ、かき混ぜて食べてって言われました。おはぎさんは興味なし。